伊藤祐二は、日本の作曲家。愛知県名古屋市出身。作曲家で名教師でもある、豊島幹雄門下、東京学芸大学大学院、作曲指揮法講座終了。作曲を、墨谷里氏、海野雪舟に指示。指揮法を、伊藤栄一に指示。近藤譲るの自宅におけるワークショップで1年以上、学んだ。東京学芸大学在学中から、 作曲同人、グループ4メンバーとして、1978年から1990までに10回の作品展を開催。大学院在学中の1985年には、フランス、ブールジュの実験音楽祭で、ライブエレクトロニック作品が取り上げられている。映像、藤井はじめ以後、作品は、イタリア、ドイツ、フランス、オーストリア、スイス、アメリカ、エジプト、 トルコ等の国々で各国の演奏家によって演奏されている。2004年イタリアウーディネ氏が主催する国際作曲コンクールインターナショナルコンポーザーコンペティションチーターディウジネの審査員を務める。2004年にナッシングバットミュージックを設立した。ディレクターとして以下のようなコンサートをプロデュースしている。小平ラシ文化振興財団の企画 内容はすべて伊藤裕二と井上京子によって構成されたものである。1995年から1999年の4年間に、わたり、12回のレクチャーコンサートが行われた。レクチャラーは、船山隆石田和志、長木誠二、横井雅子、白石美幸等の音楽学者、松平頼明、近藤譲る、高橋裕二、藤枝守等の作曲家からなる。 イタリアの心臓外科医から画家に転身したオーガスト・ブレッチアのイタリアでの大規模な絵画展を記念してイタリアの作曲家デビッド・マクヤリーによって企画され数カ国で開催されたプロジェクト伊藤雄二が日本でのプロジェクトのすべてを担当し7カ国24人の作曲家が作品を提供する規模となった2008年から東京 江東区の門中天井ホールとの共催で年に3回のコンサート企画をスタート4年目となる2012年現在継続中内容はすべて伊藤祐二と井上京子によって構成されすでに評価の定まった作曲家作品の紹介よりも現在進行中のドキュメントを目的として企画されているありがとうございます